ソリドス金貨は4世紀のローマ皇帝、コンスタンティヌス一世の時代よりローマ帝国、東ローマ帝国で鋳造された金貨の総称。東ローマ帝国では、ノミスマと称された。11世紀頃まで高純度を維持し、中世のドルとして東ローマ帝国の内外で流通した。中世、フランスや南米などで使われた通貨のソル、中世イタリアで使われた、ソルド、 中世スペインで使われたスエルドはソリドスに由来し、ペルーでは現在もヌエボソルという通貨が使われている。ドルキゴードルの由来ともされる。コンスタンティノス1世を描いたソリドスキンカレオーオン3世とコンスタンティノス5世を描いたノミスマ3世紀、ローマ帝国は3世紀の危機とも称される全般的な混乱期であった。政治的分裂は同世期末に ディオクレティアヌステイによって収集されたものの、物価投機などの経済混乱は収集したとは言えなかった。こうした中、4世紀前半にコンスタンティノス一世が通貨の安定を図って鋳造した金貨がソリドス金貨の起源である。金含有量は4 4 8ム東ローマ帝国の時代にも同様の金貨が流通した。ソリドス金貨は、 帝国統治における経済的な支柱であり、6世紀にユスティニアヌス一世の命によってトリボニアヌスが編纂したローマ法大全においても金貨についての取り決めを多く記した。金貨の重量と純度は歴代皇帝によって遵守されたため信頼性が高く、それゆえ数世紀にわたって各地で流通した。7世紀、東ローマ帝国領のうちのシリアエジプトが イスラーム勢力によって征服されるが、その後もしばらくは、ノミスマが流通した。その後も東ローマ帝国では、貨幣経済は衰えず、とコンスタンティノオープルは、経済の中心地としても栄えていたことから、ノミスマは重要な役割を果たし続けた。しかし、11世紀後半頃より、金貨の純度が悪化して、その信頼を低下させていった。 こと2071年のマンチケルとの戦いで、セルジューク朝に敗北した後には、金貨の純度が50%を切ってしまった。その理由としては、コンスタンティノス発生以降の皇帝が国交を浪費した、結果、国家財政が急防化したために、劣悪な金貨をあえて使用したという見解、11世紀以降のヨーロッパにおける経済成長と金不足との関連を指摘する。 見解などが挙げられるが、結論には至っていない。古代ローマ時代には、兵士の給与は初期には、塩が支払われていたが、現物支給は、効率が悪いため支給される塩と同額の、ソリグス金貨で支払われるようになった。ありがとうございます。